鴨がネギを背負って歩いてるような、うん、美味しい金融機関にとって美味しい投資家がいっぱい増えてますよという意味なんですね。はい。でまあ2000万円問題っていうのはもう出ましてからわっとそれが増えまして、もうもうセミナーは大盛況ですね。どこもかしこも。うん、例えば株式相場がこうバブルの時だとか何回もありましたけれども、そういう時にですね、みんな1億円儲けました、5000万円儲けました。うん、あなたやらなくていいんですか。うん、で今は老後大変ですねと。 これから1億にみんなが総資産みんなが運用しなければいけないそういう時代がやってきました、はい、ということなんですま、うん、なた大丈夫ですか、うん、同じですよねあのつまりはそこに落とし穴がある一例を挙げてみますとね。はい、長期積み立てコツコツまるでこれが今金元のようにね、投資の金元のように言われているんですけども、はい、果たしてそうですかということなんですよね、うん、例えばではここからは恵の目リテラシー向上のために どういうセミナーに行ったらいいんでしょうか。まずですね、何はともあれ何か一つ買ってみろというのは一番なんですよね。はい、買ってみてそこからの勉強、ここからの勉強だと思います。まず実践をしなさいということが大切です。